ゆめです。この番組は私たち先輩後輩コンビが超 A&G プラスのお時間をちょっとだけお借りしてお届けするハイテンショントーク番組です。というわけで、はい、本日は10月26日ですが、はい、しかも10月26日はマシザキさんのお誕生日です。リスナーさん、ハッピーバースデー、おいくつなんだろうね。39って聞きました。本当？お若いわね。なんて言うか、いくつになってもお若い。そう、若く見えるんですよ、やっぱり。ね、なんか日頃からね、頑張ってらっしゃる方っていうのは、うん、そうそうなんです。もうやめてよ、いらないよその情報、やめて。綺麗なままにいさせて。私未だに距離感測りかねてて、かねてますよね。あのこの前、はい、あのトマツ、はい、トマツがラジオをね、はい、一緒にやってらっしゃるって、はい、でなんか、はい、ハギシなんかすごい言われたんだけど、ハギシのことを超ギャルーって言っててあのあ、じゃあちょっとあの私もちょっとこの前、はい、あのなかなか距離をね測りかねてしまって、はい、うまくお話できなかったから、はい、あのお友達から始めましょうって伝えて、はい、って誰もなんて言ったっけ、はい、軽いな、すごいな。一応私のね思いの丈は、はい、あの伝えたから、だからもっともっと私も心オープンオープンオープンでないんだ、よくわからなかったけれどもというわけで本日も30分ちょっとお時間よろしいですか。やはりさくらのちょっとお時間よろしいですか。改めまして、萩沙織です。さくらゆめです。さてわけで、リスナーさんからのメールを紹介していきたいと思います。そうですね、夢までにしたがいい。はい、こちらゾンビさんからいただきました。もうゾンビか。おはさん、あやねる、お時間何言ってるんですかね、何それ書いてあるんだって。おはさん、あやねる、お時間って書いてある。そうですか。まじまの兄貴のブログ拝見しました。おはさんの誕生会が行われたみたいですね。ぜひその時のお話をしていただけないでしょうか。というわけで、おはさんはどうなんですか。おはさん、おはさん、あのひかすさんとかがそうやって呼ぶんですよ。あ、そうなのか。そうですね、あったんですよね。お今おばさんって書いてある。おばさんじゃない、おはさん。ちゃんこさんが代弁してくれた、代弁してくれた。喋んなくなるぞ後半。あのね、そう、誕生日会そうしてくれたんですけれども、はい、ね、まあ、あの、桜さんも ね、あの、私見たんですよ。いや、まあ、ついでっていうか。ついでじゃないでしょ。まあ、いまし、そうそうですね。一緒にいまして。そう、一緒に行って、隣に座って。そうですね。大変。あの、よそのね、事務所の、はい、あの、女の子が、はい、一生懸命頑張って、そう、なんかこう、企画してくれて。そうなんですよ。そうそう、で、その子が、そうそうそう、みんな呼んでくれて。うんうんうん、でね、あの、ケーキを、彼女が用意してくれてたんですよ。そうそう。あのね、すごいびっくりしたんだけど、ニーナの、はい、ホワイトチョコレートのプレートっていうの、うんうん、プレートに、ニーナの絵を描いてあって、そうそうそう。なんか、矢作さんお誕生日おめでとうございますみたいな。そう、めっちゃクオリティ高いんですよ、ね。すっごいクオリティ高くって。あ、多分、まじまさんのブログに載ってると思うので、そうそうそう、興味ある方見ていただきたい。もうね、ひどい写真がね。ひどくないよ。ちょっと待って、白目は向いて、確かになんか色々角度的に NG な角度だったけれども、でも、ね、ブログっていうのはなんていうの、そういう素というか、我々の日常をね、お見せしているって、まじまさんだったよね、そういうね、楽しい写真をいつも撮ってる。そういうことなんです。こっちがさ、なんかいつもやってるように、なんか、こういうのとかさ、こういう写真いらないでしょ。そう、いらないです。だから、飲み会の場の楽しい空気を私は、こう、それで作ってみたっていう。そう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 。ね、じゃそんな、私そんな白目向いてなかったから、もうちょっと可愛くはなかったけれども、うん、もうちょっと普通にやってたから。可愛かったです。ありがとう。ね、そのニーナの作ってくれて、さすがに、もい。さすがにあれは、あの、そこ食べていいですかとは桜さんも言わなかった。言わなかった。私がいただいたニーナ、はい、ニーナ食べちゃうぞっつって食べて気持ち悪いってみんな。ニーナと一つになったって言ってたから。そう、食べた瞬
瞬間にびっくりして、何言ってるんだこの人って。嘘、あたしそうでした。言ってました。あたしそうです。だいぶのあの酔っ払っていらっしゃったので、シラフの私は。何言ってるのこの先輩。あ、そうね、はい、飲んじゃった私。はい、あ、でも6杯ぐらい飲んだかな、飲んだかな、ちょっと行っちゃって、はい、行かせ一つになるって言って、はい、しました、なっちゃった。で、もじまりもしゃもしゃって、ニーナうめえうめえ、ニーナ他のうめえ、ニーナペロペロって呼んで、あー思い出してきた。あ、そうだったそうだった、やってましたよ。だいぶ良かったですよあれ。あ、そうですか。いや、でもとても楽しい会でした。そういうことがあってからのあのああいう出来事でしたっていうことを、はい、ここに皆さんにご報告しておきたい。そうですね。そういうつもりでもう一度マシャンさんのブログでちゃんと真実を知った上でね、見てくださいね。はい、はい、そういうこと、はい、一つどうぞ一つよろしく。次行きます。はい、風鈴はセンスでオーグさんです。はい、どうも。ヤギパイセンアヤネルクロス、ちょっと何言ってるか分かんないですね。ちょっとよく分かんない。ちょっと分かんないです。何これ。あ、どうもこんばんは。ちょっとね。新番組おめでとうございます。ありがとうございます。お二人のトークがまた聞けるということで、歓喜に沸いた某番組リスナーも多かったことでしょう。ちょっと何のことだか分かんないですね。ところでこの番組タイトルの、ちょっと時間よろしいですか？は、どういった経緯で決まったのでしょうか。その辺のお話を聞かせてくれると嬉しいです。いやー、会議したね。はあ、ありましたね。何あそこ、カニ？カニ食べそう、みんなでカニ食べながら、どうするよつって、うんうんうん、でもちゃんこさんがあの先の方までこれどっち食べんの切るんだよつってね、金でやってね、そうそう、みんなでカニ食いながら、ところでどうするよつって、ちょっとなんかとりあえず言ってこうぜつって、うんうん、いろいろ言った中で、ね、最初はすごく中二っぽいタイトルをみんなから募集して、なんとかなんとかって二人で言った後に、クソだせー、そうそう言いたかった。クソラジっていう。そう。私はどうしてもクソラジって相性が使いたくって。だからもうなんか、速攻 NG 出せたんだよね。ダメでしたね。だから。で、あれだ、あの、聞きたきゃ聞けよみたいな。あ、そうだ。それもあったんだけど。ちょっと上から目線で生意気っていうことがあって。うん、あ、そうだ。で、もう勘弁してください。もうこれはね、我々の本当心境を表しているなと思ったんだけれども、ただもうちょっと前向きにいきたいなって、前向きに頑張ろうって、ネガティブすぎるっていうので、はい、あ、で、そう、あ、おう、ミステイクそうだ、これ完全にお酒がもう皆さん入っちゃって、カニ食べて飲んでってしながら、もうこれでいいんじゃねとか言ったら、おうとかいいんじゃんって言って、ミステイク、おう、H-O みたいな、ミステイク、ミステイクみたいな。あと、ちょうどさ、で、その中で、あれ、これ私もね、言ったの、ちょっとお時間よろしいですかって。でしたっけ、ね、そうそうそう。なんか、いろいろみんな喋ってる中、出て、その中の候補で、さくらさんどれがいいって言ったら、こん中だったらこれがマシです、みたいな勢いで。そうですね、はい。ま、確かに、こん中だったら、マシでしょ私、今でも、ミステイクは、かなり来てるんですけど、私が、なんかちょっと可愛い感じな、アニラジっぽいのは NG って言ったんだよね。あー、そっか。確保！あ、そうだ、そうだ、これはコーナーになりましたからね。そうだね、そうそうそう、あったあったあった。え、じゃあもうなんか、オーミステイクとかコーナーにしちゃえばいいんじゃないの？メモ帳、ひどいな。あ、そうだ、メガミラジオって書いて、ビナラジオ。ビナ、あ、そう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 、そう、ダッサー、クソダッサー。ダッサいね。そっか、こんなのありましたね。ルナティックなんとかって書いてある。ルナティックなんとかって書いてある。何それ？何これ？ちょうける。いや、そう考えると、いや、妥当なところだよね。ですよね。そうそう。なんか割と消去法って感じですよね。まあね、消去法ですよ。はい。でも割とね、我々らしい感じに落ち着いたなと思いますけどね。まあね、こんな感じでね、いいんじゃないでしょうか。はい。はい、ということで、たくさんのお便りありがとうございました。ふつおた感想、私たちに聞きたいことなど、まだまだお待ちしております。そして、ここで一曲！はい！鷲崎さん、ハッピーバースデー企画。Yes, happy birthday. わしざきたけしさんの曲を流したいと思います。わしざきたけしで、バラバラ。ハッピーバースデー。バランス、トゥ、バリアス。どうぞ。二人でここを見た結果、なんか変な不細工になったよ。一人でここを見た方が、もっとちゃんとうまくやれるけど。
がまるで違う上味が良ければ見た目気にしない僕は彩りはどうでもいいし君は君で裏越しは雑だし少し茹で過ぎてるように見えるし君が言うからトマトにしたけどやコンソメが良かったようなそれでもいただきます一口食べれば二人して美味しいねうまいねやるなって笑ってかビールおかわりもしてまた作ろうまた作ろう今度は何に挑戦しよう次なる野望語り合いながらお互いに調味料を足すればサンタ祭りほんまの差があるし君はサンダルはブーツだし二人自分のリズムで歩くと思うと距離は広がっていくし僕は普段より少し遅く君はちょっと駆け足になってたまに後ろを振り返りながら並んでは離れたって思って気になる景色とかグッと来る道もそれぞれであれと消えたかと思うと変な手窓を見上げてたりして僕は僕で廃屋のような古本屋あれば入りたがるしお互いの趣味に薄めで付き合い一本のほら半分こするふたりで支え合った結果なんか変なスタイルになったよ一人で普通に立った方がもっとちゃんとバランス取れるけどグラグラしながら立ってくんだずっと探してくんだ二人だけの絶妙のポイントをこけたら受け身も取れねえんだそれでも立ってくんだ物理学を無視したバランスで次、さくらのちょっとお時間よろしいですか。では本日も新コーナーを紹介していきたいと思います。はい、まずはこちら、シャラインリハーサル。はい、ということでこのコーナーでは私たちが今まで経験してこなかったことやちょっと苦手なことなど今後体験した際にシャラインと思えるようにリハーサルしていきます。今日はやれないんだけども、はい、まあ後々ね、はい、まあ、リハーサルということで、はい、合コンとか、うん、結婚式とかリンゴーンやってくかよろしくさてわけで初回のリハーサルはこちらです。雑誌のグラビア撮影というわけで、まあ我々が苦手とするやつなんですけれども、まあつい先ほどもね、実はねまあこんな頭あれですよ、自分じゃできないんですけれども、やっていただいてね、私メイクバッチリなんです。そう、珍しくさくらさんがちゃんとメイクしてるのは珍しく、そうちゃんと変わる、いや多少血色良くなってるよ本当に、いつも血色悪いからね違う、白く飛んでるだけだから、撮影してもらいましたので、まあ、はい、後日それについては詳しくお話ししていきたいなと思うんですけれども、ね、はい、まあこれからグラビア撮影、我々に足りないのはアイドル性ですから、そういう部分を、出していきたい。アイドル性。磨いてないものをも、こうなんか引き出していきたいなっていう頑張りを見せたい。確かに。というわけでこれから、カメラマン役と写真を撮られる役に分かれて、交互にリハーサルをしていきたいと思います。ウィー。まあ、撮る側も体験しとけば、普段の撮られる時にも活かせるんじゃないかっていう。どういうポーズを皆さん欲してるのか、カメラマンの方が。そうそうそう。心境が分かるわけですね。分かるから。まあ、早速やっていきたいと思います。はい、じゃあ、まずは、桜よりは、はい。得意な、そう、私得意じゃないよ。いや、でもね、桜よりは得意な、私よりはほら、経験積んでる。あ、そうね、経験がものを言うね。うん。じゃあ、まずは、桜さんがカメラマンで、私が、撮られる、出るも側で。うん、何やってんの、ねえ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 、何こう、違うよ違うよ、えパワーだよ、ここだよ、パワーか、ここわかる、いやいや手動じゃないよ、でここ覗いてここね押すの、ここね、これ大丈夫、これでどうしたって、ねえ1枚無駄にした、ねえ何やってんの、ごめん、ね、意外と意外とずっと言っちゃった高い、じゃあ私が先にカメラマンやります、言ってねえよちょっとじゃあパイセン、はい、ちょっと
の素敵なナイスバディなポージングを。はい、よろしくお願いします。パイセン、パイセン、そういうのじゃないの？あ、そういうの、そういうの連れていきますか。よろしくお願いします。行くよ、セリンちゃん。オッケー、やっぱりお願いします。ロア、それちょっと、ロア、ちょっとね、あのパンツ見えるから、そういうのはちょっとやめていただける？あー、ちょっと撮ったの、ね、これはちょっとみんなで確認してたからね。ちょっと大丈夫、大丈夫、ちょっとこれ、これ大丈夫？もう一枚行こう。もう一枚、そうだな、どういうの、どういうの、シーツの中に可愛さと良い香りを混ぜ合わせたような。あ、オッケー、オッケー。そんなポージング、ちょっと私よくわかんないんだけど、ポージングがいいな。どうやって、どうやってやってるの？あの、そうだな、こんな、もう、なんだろう、ちょっと可愛さを。ちょっとよくわかんない。じゃあちょっと撮っていくよ。お願いします。やっぱり今、煽りで撮ったから次は上からの方がいいと思って。お願いします。お願いします。いきます。撮ったよ。撮ったよ。あとどう？オッケーだよ。カメラマンさん、あとはどういうのがいいかしら。そうだな。じゃあ、今度は、これやばい。さっきの煽り。これやばいよ。そうけど、あとどういうの？じゃあ、あとは、セクシーさを抑えて。確かに、ヒラメとかいりませんか？大丈夫ですか？やっぱじゃあヒラメいっとこうか。ヒラメ言ってる。じゃあ、あとは女子高生的な。女子高生的な。今時のイケイケな感じ決めようか。イケイケな感じ、はい、ちょっとごめんなさい。ちょっとしょうがないんだけど、イケイケな感じがイケイケな感じで決めようか。はい。うん、それちょっと良い香りだな。本当にそれ良い香りだから。ミスってないそれ大丈夫なんかこう、もうちょっとなんか、じゃあ分かった。僕が直接、ポージングを。お願いします。この足をここのに膝に乗っけて、はい、あ、こうですか？そうですね。はい、で、こう、ここを。痛い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 。で、ここを、こういって、痛い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 。このまま体をちょっとこっちにひねる。頼むもうやだね、 NG だよお前。じゃあ続いては、はい、私がカメラマンということで、はい、じゃあさくらさんに目一杯、はい、セクシー。ちょ何見てんのよ。私の煽りの写真見ないでよ。エッチ行かよ。じゃあはい、お願いします。じゃあまずはそうだね、寝てる寝てる、よろしくお願いします。じゃあちょっとまず脱いでみようか。NG なの？じゃあちょっと NG な可愛い感じなの。ちょっと、あ、撮っちゃった。あ、よろけてるとこ撮っちゃった。ごめんなさいね。ごめんなさいね。ちょっと、カメラマンさん、そこですか？じゃあちょっと、こちらに座っていただいて、はい、目いっぱい、あの、はい、大人な、大人な、クリスタルな、クリスタル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 。あ、じゃあ目線くださーい。ちょっと待って、目触らっちゃう。はい、あ、いいですね、いいクリスタルです。はい、目線くださーい。どうですか、このあのね、あのマックス可愛いの。本当ですか？マックス可愛いよ。じゃあ次どうしたらいいですか？座って、座って。おじさん、おじさん、あのおじさん上から撮るからね。本当ですか？ここはちょっと NG なんです。あ、じゃあちょっと、はい、そこから上を、はい、上を、あ、上見て可愛く。かわいい、かわいい、上見て、3、2、じゃあかわいい。あのね、バイオハザードでこういうの見たことない。すごいの撮れたよ。ひどいですね。これはホラー。怖い。これは私じゃ NG で。これ NG だよ。じゃあちょっとこの、これ、いいクリステルが、クリステルが、ね、取れたんじゃないですかね、やっぱり。さあ、というわけで。うん、これ、これ超バイオハザードじゃない？超バイオハザードやってるね、こういうシーンで。
はい、ということでね、はい、ちょっとどれが皆さんに見せられるかわからないんですけれども、あの後でマネージャーと相談します。はい、見せられる写真見せて。そうですね、あとモザイクとか入れていただいてね。はい、というわけで、はい、勉強になったね。勉強になりましたね。はい、これでね、はい、次からも撮影ね。バッチリだから、うちら。首つって。私もちょっと今この辺が痛いんだけれども。おかしいな、もう。今後もいろんなリハーサルをしてね、ちょろいって言えるようになっていきたいと思います。というわけで、以上、ちょろいリハーサルのコーナーでした。やはり、さくらも、ちょっとお時間よろしいですか？続いては、こちらのコーナーです。あなたの、学園のハンサム。セカロリーメイトの方ですかね。違うよ。ルル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 ルどうぞ読んでいただいて。このコーナーはリスナーの皆さんのリノベアリにいたハンサムさんのエピソードを紹介して僕たちが見もえていきです。見もえたい。まあ、というわけで、もちろんね、ご自分で自分のことがハンサムだと思う方は、はい、ね、ぜひとも送ってきていただいて、はい、小学校の同級生でも、はい、中学とかね、高校生の方はクラスメート、うん、あと大学のサークル仲間でも、うんうんうん、学園のハンサムならもう何でも OK なんです。何でも OK。 大事なのはただ顔がかっこいいとかっていうんじゃなく、うんうん、その方のハンサム度をさらに上げるハンサムエピソード、うんうん、そうそうですね。欲しい。でもしハンサムガチハンサムの締めとか送られてきちゃったらちょっとパイセンね。そうですね。横流ししてすっていただいて、ね、私が後でもしもしってなりますからね。なりますか。はい。ということでですね、では今回紹介なのでスタッフさんの身の回りにいた学園のハンサムをご紹介していきましょう。大丈夫なの？はい。じゃあこちら、はい、弊社マネージャー、はい、ハンサムエピソードです。の伝説を作ってきた弊社マネージャー、大丈夫でしょうか。ダメですね、読みます。私がハンサムだと思ったのは大学の同級生です。もちろん顔もハンサムで色白で全体的に水色の人でした。その人は道を歩くときは必ず車道側に立ってくれて、私が傘を忘れたときは入りなよって傘を差し出してくれたり、お腹が空く時間になると、お菓子食べるとおごってくれたり、でも、私はそういう真摯な人が苦手で、気持ち悪いって思ってしまっていました。まあ、お菓子はおごってもらってましたけどね。クソがーお前最低だな。人の心をもてあそびやがって。まずいいよ。顔はハンサム、素晴らしい、色白いね、全体的に水色の人。うん、まあ、ちょっとよくわからない、よくわかりませんね。水色な感じの人だったんですね。水色の人、ね、車道側を歩いてくれて、いいじゃないですか、ね、傘忘れた時は入りなよ、うんうん、お腹が空く時間になるとお菓子食べるって餌付けをしてくれる、そういう真摯な人が苦手、うんうん、気持ち悪いって思ってた、うん、お菓子はおごってもらってたんだけどね、気持ち悪いって思いながら、うん、現金ですね。この女最低だな。これがうちのマネージャーなんですよ。悲しくなるわ。悲しくなりますね。じゃあ次行ってみましょうか。葵ちゃんです。はい。エディですね。高校の時のクラスメイトがジャニーズ系のイケメンでした。あ、いいじゃん。しかも私がネギ嫌いなのを知ってたようで、クラス数人でラーメンを食べに行った時に何も言わずに私のネギを取ってくれて、やるなって思いました。ちょっと上から目線。あ、なるほどね。葵ちゃんが、はい、ラーメンって言って頼んで、あ、美味しそう、ラーメン、でもネギ乗ってるって思ってたら隣ですって、うん、食べてくれて、むしゃやるなっつって。あ、じゃあやるなって思ったね。うん。きっとね、シノラファッションして。あのファッションで。いらっしゃいってね。さあ、うん。ラーメン。あ、そっか。制服か。高校の時か。うんうん。いや、でも高校生でもさ、なんていうの、こうボンボンとかしてる子いたのね。ファッションしてる子。そのファッションで、やるなっつって。ラーメン食べてたんだね。そっか。いや、いいね。うん。でも。
そうだね、無言でやってくれたっていうのは、バリムシャって。さくらさんがやると、なんでダメ、なんかダメよ。そうなんでですか、さくらさんがやると全然。だってそういうことでしょ。そうなんだけれども、まあ、気遣いができるのも、ハンサムの一つ、うん、そうそう、うちの一つ。で、また、これ、両方とも、女性だから、あれだけれども、はいはい、なんていうの？女性目線の、かっこいいとか、ハンサム、今の仕草キュンとくるっていうのと、うんうんうん、男性からしてあいつかっこいいなっていうのと違うからね。うんうん、違うと思う。どちらかというと、まあ、両方欲しいんだけれども、うん、女子として共感できる、ね、あの、キュン、キュンみたいな、あの人かっこいいっていうのが欲しい。そうですね。ハンサムエピソードが欲しい。ハンサムエピソード。いいじゃないですか、これ。はい。はい、まあ、でも自分でね、俺ハンサムだぜって思う人は、ぜひ、俺の武勇伝聞いてくれるみたいな、もうそういうの送ってくれても全然 OK。 いいですね、それいいじゃないですか。ペッ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 そろそろエンディングのお時間になってしまいました。番組ではリスナーの皆さんから教わった番組の感想、確保セリさんとあやねちゃん、さくらあやね改造計画、やはぎさんが怒っている件、ちょろいリハーサル、あなたの学園のハンサム、宛てのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、はい、郵便番号105-8000に、はい、文化放送超 A&G プラスやはぎさくらのちょっとお時間よろしいですかまで。メールの場合はすべて小文字で、お時間@joqr.net、 お時間@joqr.net、 お時間の綴りは OJIKAN です。ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。コーナー増えすぎじゃないですか。いや増えましたね。で今日何やったんだっけ。写真をあれするやつか。はい、あ、そうだ、あとリハ、あ、うん、リハーサルとハンサム、はい、やりましたね。ぜひね、リハーサルはね、はい、いろいろ私たちがやりたいものをやっていきたいなと思いますし、はい、ハンサムエピソードはね、はい、皆さんの学生時代とか、そうですね、まあ、学生さんはね、今現在こういう人がいますとかいうの、はい、社会人の方は学生時代のことを思い出して書いていただきたいなと、ね、確か俺ハンサムだぜ、俺ハンサムだぜってね、やはぎさん、自撮りこうやって、自撮りこういうやつ、こういう、こういう、こうやって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 やって、そうそう、こういうの送ってきてくれたらいいよね。そういうの送ってきた、ヤハギさんがね、はい、この人、ちゃんこ電話番号は？ルル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 ね、かかってきます。はい、ありますので、はい、皆さんたくさんメール送ってください。そういうコーナーですか？あの、いやいや、わかんないよ、そうなるかもしれないよっていうね。そうですよね。うん、出会い系みたいになっちゃいます。恐ろしいよね。誰ですかね、そういうのは。あの募集しないです。そうね、それは違いますから。ただ矢作さんの金銭に触れたものにはね、あとでプリリリリリってなりますからね。はい、皆さんメールじゃじゃ送ってください。はい、お願いします。というわけで今日はこの辺でお別れのお時間です。お相手は私矢作さゆりと桜井芽です。来週もこのお時間にお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。